法相、日本海軍航空母艦。千葉県艦、山沖氷中艦にて、全力行使中の写真。戦艦大和ソロモン諸島上空を飛行する、西沢広義の霊式艦上戦闘機、大日本帝国海軍の特別艦艦式。大日本帝国海軍は、1872年から1945年まで、日本に存在していた、軍隊組織である。通常は、単に、 日本海軍や帝国海軍と呼ばれた。解体後は海上自衛隊との区別などのため、旧日本海軍もしくは旧帝国海軍とも呼ばれる。第二次世界大戦後、残存部隊は階層を経て、現在海上自衛隊の他関連する国家機関等になっている。軍勢は海軍大臣、軍令は軍令部総長が行い、 最高統帥権を有していたのは大元帥たる天皇であった。大日本帝国憲法では、最高戦略、部隊編成などの軍事体験については、憲法上内閣から独立し、直接天皇の統帥権に属した。したがって、全日本軍の最高指揮官は大元帥たる天皇、ただ一人であり、軍政については、海軍大臣と陸軍大臣が天皇を保筆し、一方、 作戦面については天皇を補佐する役の各機関の長、すなわち海軍は軍令部総長、陸軍は参謀総長がこれに該当していた。もともとは軍政の下に置かれていた軍令が対等となり、陸軍と海軍も対等とされたため、戦略がなおざりにされ、統帥二元という問題が生じることとなる。一方がもう一方に従う必要がないため、効率的、 統一的な作戦行動を取ることができず、作戦は常に双方に妥協的なものが選択されたのであった。諸外国の多くの軍隊のように、海軍総司令官、陸軍最高司令官のような最高意識官の軍職は存在しない。また、戦時には陸軍と合同で大本営を設置した。日本はそもそも司法を海洋に囲まれている海洋国家であるため、 日本海軍は西太平洋の制海権を確保することにより的戦力を本土に近づけないことを基本的な戦略として不協威、不侵略を原則としてきた。また一方でイギリス海軍に大きな影響を受けていたため戦闘においては抗戦的な姿勢を尊び未的必殺を胸として積極的攻勢の風潮があった。 海軍の戦略戦術研究の功労者として、佐藤哲太郎中将が挙げられる。明治末期から昭和にわたり、海軍の平日思想の研究に携わり、その基盤を築いた。1907年に帝国国防史論を著述し、帝国国防の目的は、他の諸国とはその趣きを意味するがゆえに、必ずまず防守事を胸として、国体を永遠に誤示しなければならないと述べ、 日本の軍事戦略や軍事力建設計画に影響を与えた。その一方で帝国陸軍とは関係が悪くしばしば官僚的な縄張り争いによって対立を見た。所属する官邸は官名の前に感染窃盗時は持たない。英語圏の文献では感染窃盗時を持つ英米軍の官邸との記述の一貫性のためハイジャムズを関する場合がある。 海軍は、戦時のほか、平時にも、以下の任務を負う。1938年時点の海軍区の区画、軍港、要港一覧。艦艇の種類を以下に示す。戦艦、航空戦艦、巡洋艦、解剖艦、補艦、駆逐艦、潜水艦、潜水母艦、航空母艦、敷設艦、総海艇、特務艦、輸送艇。 雑役戦日本海軍発祥の地秘伝承によると、古代史における神武天皇の船出の地、宮崎県日向市耳光が日本海軍発祥の地とされており、耳光港には海軍大臣、与内光正による日本海軍発祥の地石みが現存している。一方直接の祖先と言えるのは、中世より日本史上に姿を表す水軍である。徳川家の配下であった、 幕府水軍は一度廃れたが、幕末に幕府海軍となって強化された。幕府海軍は当時国内最強の海軍であった。その後、諸藩の水軍とともに多くが初期の日本海軍に合流した。江戸時代の幕藩体制においては、鎖国が行われ、諸藩の大船建造は禁止されていたが、各地に外国船が来航して、 通称を求める事件が頻発するようになると、幕府や諸藩は解剖強化を行うようになる。軍艦部行長崎海軍伝習所が設置され、開国が行われた後の1860年には、関林丸がアメリカに派遣される。1864年には、初の観艦式が行われる。大政奉還、王政復古、母親戦争を経て成立した、明治政府は、 幕府が建設途中であった横須賀造船所などの機関を接収、継承し、幕府や諸藩、海援隊の人員を加えつつ、装備を整理、編成したのが基礎になる。1870年に陸海軍が分離され、1872年に海軍省が東京築地に設置される。初期には河村住吉と勝海舟が指導する。1876年に、 海軍兵学校、1893年には軍令部をそれぞれ設置する。明治初期には陸軍に対して海軍が主であったが、西南戦争により、政府内で薩摩藩伐が対抗すると、陸軍重天主義が取られるようになる。参謀本部が設立され、海軍大臣の西郷嗣道や山本権兵衛らが、海軍増強を主張し、艦隊の整備や組織改革が行われ、 日清戦争時には軍艦31隻に水雷艇24隻、日露戦争時には軍艦76隻水雷艇76隻を保有する規模となる。またこの時期、軍艦は常備艦隊と再開艦隊に振り分けられていたが、これを統合し連合艦隊を組織するという案を出した。これが連合艦隊編成のきっかけとなり、日清戦争開戦の6日後に、 初めて連合艦隊が編成された。以降日露戦争など、戦時や演習時のみ臨時に編成されていたが、大正12年以降常設となる。日露戦争後は、1920年に海軍増強政策である88艦隊案を成立させ、アメリカを仮想的国に転換競争を始める。1922年のワシントン海軍軍縮条約。 および1930年のロンドン海軍軍縮条約により、主力艦の献艦は一時中断されるが、ロンドン海軍軍縮会議が決裂した後に、再開され、太平洋戦争開戦時には、戦艦10隻を含む艦艇385隻、冷戦などの航空機3260機余りを保有する規模であった。また日露戦争で当時第三位の海軍力を誇った。 ロシア帝国海軍を日本海海戦で打ち破った後はイギリス海軍やアメリカ海軍と共に世界三大海軍と世界で並び称され繁栄を謳歌した。1932年には第一次上海事変で上海共同疎開の防衛で活躍した。同年海軍青年将校10名により白中。 犬飼武史総理大臣を射殺するというクーデター未遂事件が発生する。中国ではその後も中山水平射殺事件、上海日本人水平狙撃事件、大戦事件など対日テロの標的とされた。1936年2月26日に2.26事件が発生した際、襲撃された岡田圭介総理、鈴木貫太郎事長、斉藤未内大臣が共に、 海軍大将であったこともあり、反乱兵士に対し断固とした態度を取り、第一艦隊を東京湾に闘病させ、横須賀鎮守府配属の海軍陸戦隊を派遣し、東京の警備に出動させるなど、反乱軍に対して軍事的圧力を加えた。1937年の第二次上海事変では、日本から陸軍の援軍が到着するまで、上海海軍特別陸戦隊が、 数万人の国民革命軍を相手に戦った。明治政府による布告強兵政策による抗戦的な国民思想の浸透や日露戦争の勝利によって日本国民は自信を深め、日本国内では抗戦的な雰囲気が強まっていたが、特に満州受変以来の日本国内では成果を出している。陸軍と比べ、海軍は日本国民から軽んじられていたという。 1941年11月頃、海軍士官は制服で街を歩いているか、あるいは乗り物に乗っている時に街の人からメンバーされて海軍の弱虫ということを言われるありさまであったという。太平洋戦争が勃発し、イギリス、アメリカ、オーストラリア、オランダなどの連合国海軍と戦闘を行い、方作戦等にて戦線を拡大した。 しかし戦争の長期化による数と質の低下は否めず、特に1944年のマリアナ沖海戦以降は、櫛の刃が欠けるように長落していった。この海戦での未曾有の大敗北で、稼働状態の空母機動部隊をすべて失い、残された水上戦闘艦も、冷凍機海戦にて、戦艦、武蔵をはじめとする主力艦艇の大半を失った。その他の空母や、 水上戦闘艦も南方からの燃料の運搬が困難になり、作戦行動不能となった。また、航空機の燃料の調達や操縦員の訓練も滞る状況になり、帝国海軍は戦闘困難となった。戦時中、帝国海軍は軍艦、人材の大多数を取り込んだ連合艦隊に重きを置く一方で、本来の重要任務となるべき C レーンを軽視した。 それは、絶頂期に本格的な通称破壊戦を行わなかったため、敵の物資供給を止めることができなかったことや、対戦紹介部隊や海上護衛隊の育成に遅れをとったため、敵潜水艦、機雷等による商船の大量喪失、港湾封鎖につながり、日本国そのものを飢餓状態へと追い込むことになる。その後1945年5月に残存部隊を指揮する。 海軍総体が新設された。しかし多くの艦艇が失われ、空母や戦艦を、はじめ数多く生き残った艦艇も燃料不足で水上艦艇はほとんど活動できなかったため、海軍の主力は陸上基地を拠点とする航空部隊となった。また、特殊潜航艇、人間魚雷などの特攻兵器からなる特別攻撃隊に移り敗戦まで戦った。 心臓空母をはじめとする敗戦時に残存した艦艇の多くは外地からの引き上げに使用されたほか、多くの水上戦闘艦がソ連や中華民国、アメリカに賠償艦として渡った。また、作戦用航空機のみでも約7500機、陸軍機と合わせると1万機以上の作戦用航空機が敗戦時に残存していたが、 これらの航空機は連合国軍の研究用に一部が持ち出された後に破壊された。敗戦後、武装解除に伴い海軍省が第二副院省に改組され、海軍の元幹線、元乗組員も副院事業に従事し、旧軍令部メンバーは極東国際軍事裁判対策などに従事した。なお、太平洋戦争の開始から、作戦指導の誤り、敗戦、 極東国際軍事裁判に至るまでについては、戦後に海軍の高級幹部 OB が行った海軍反省会に証言記録が残されている。第二福音省は1946年に福音長、第二福音局へ、1948年に厚生省第二福音残務処理部となり、水路部、保有官邸、総会部隊などは運輸省へ、海軍病院は、 国立病院へ移された。その後、福音事業は、厚生障害局の引上げ援護庁へ統合される。引上げ援護庁は1954年閉庁。また、1952年には、海軍再建を目指す山本義尾、吉田英造などの旧海軍軍人主導で、海上保安庁内に、海上警備隊が発足し、その後独立した現在の海上自衛隊では、 帝国海軍の伝統と文化を重んじる傾向にある。ありがとうございます。